B リーグの第6節チフレ ASL フェン埼玉対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦です。今日の会場熊谷スポーツ文化公園陸上競技場です。前半の4分まずは千葉の攻撃から始まりました。山口がこぼれ球自ら取ってコントロールシュートのような形、ただゴール右となってしまいました。まずは左サイドに入った山口が打っていきました。そして得意のセットプレーエルフェン8分のシーンです。大沼のヘディングシュートですが惜しくも右となってしまいました。皇后杯でもこの瀬戸口から大沼というシーンがありましたが、今回は惜しくもゴールにはなりませんでした。そして28分、こちらもエルフェンのシーンです。フォワードに入っていた園田のシュート、ここも惜しくもゴールを割ることはできませんでした。ただエルフェンの波状攻撃が続きます。その3分後、31分です。瀬野のヘディングシュート、ここはキーパーの正面でした。ただここは千葉の守備もよくついていました。0対0後半に向かいます。まず試合開始エルフェンのシーンです。瀬戸口のクロスから佐久間のヘディングシュート入ったかと思われましたが、ただこの瀬戸口の質のいいクロスが入っていきました。そして56分千葉のシーンです。この長いボール清水からシンプルな攻撃、千葉レミナから大沢のシュート、最後もクリアしていきました。清水から千葉、そして最後は大沢です。浅野もよく反応しました。そして拮抗した試合の中、84分試合終了間際、大沢から飛び出したところ、千葉レミナ最後押し込んでいきました。これが決勝点となります。均衡を破れたのはこのエース千葉レミナ、最初はブロックに合いますが最後にねじ込んでいきました。そして最後のシーンです。エルフェン対千葉の一戦、0対1で千葉が勝利しました。